だけどバッティングになると腰回せ足回せって言われてそっちを優先させてしまうんで、ね、トスバッティングのような形で打てないっていうことが良くないパターンになっていくと思います。なのでトスバッティングでやってる皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですねバッティングの基礎編としてトスバッティングから学ぶバッティングをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。トスバッティングってね、皆さん練習中とかね、やると思います。そのトスバッティングをしっかりやることでバッティングにつなげていくということですね。で、トスバッティングって腰回したりとか、足を回転させたりとかして打ってる人ってほとんどいないと思います。基本的に斜めにこう、足をちょっと開いた状態に斜めにして、ね、投げてくれたピッチャーに対して、ポーンとバットを出して返す。まあ中にはね、こういう風に、ポーンって返す人がいるんですけど、まあこれにしても体をこうね腰をこうやって回転させて回したりとかして打ってる人っていないと思うんですよね。だけどバッティングになると腰回せ足回せって言われてそっちを優先させてしまうんで、ね、トスバッティングのような形で打てないっていうことが良くないパターンになっていくと思います。トスバッティングでやってることをそのままバッティングでやっていく、これがね大事ってことですね。まあ基礎を大事にするということはそういうことですね。基礎からつなげていく。トスバッティングの時はバットを出して相手に面をちゃんと出してパーンとセンター方向にねピッチャーの方に返してる、パチンと返してる、これをそのままバッティングに生かすということですね。今回ねこのバットサンドバットってあるんですけど、まだね発売されてません。来年の春から発売予定で鹿島屋製作所さんのものなんですけども、ベイスターズで僕ね一緒に現役時代やらせていただいた内藤裕太さんからのサンプル品としていただきました。でこれをね今バッティングセンターで皆さんね使って試打してもらってるんですけどね、すごくね木が硬い木で、やっぱりハードメープルだけあって硬くて、やっぱ弾きもいいし音も高い音が出ます。これでマシン打とうと思うので、それも含めてこのサンドバットぜひ皆さん来年春発売予定なのでご購入ください。それとですね、もう実際にマシンでトスバッティングがあります。でトスバッティングの形をそのままバッティングにつなげていくっていうことをねやっていきたいと思うので最後まで見てください。まずね足をちょっと開いた状態で、これですね、もう本当にただ単純にバットを出してるだけですよね。引いてこれをみんな練習でね、これを行ってるわけですよね、皆さん。これをつなげていかないと、これをつなげていかないと、やっぱり何の意味もないし、やっぱり芯にも当てやすいですね。何年かって出してるだけなんで、体を動かさずに、ちょっと出してるだけなんで、ポンと出してるだけなんで、面をしっかり出してるだけなんで、ちゃんと芯に捉えるし、ミート率も上がるし。ね、じゃあ、今度は、普通のバッティングのスタイルで、同じようにして。じゃあこれにじゃあ力を加えていきましょうってことですね。ちょっと力を加えます、ね、少しずつ力を加えていく、さらに上げていきます、もうちょっと上げていきます、トスバッティングの延長でトスバッティングの延長でバッティングをしていくと無駄な動きを省いていくということですね。トスバッティングを見て無駄な動きをしなせずにもう面だけを出してポーンと返しますよね。でこの返すこのイメージにスピードをかければいいだけで、大きくこうグーッと取ったりとか、スイングに入るときに体を先に回してしまったりとかすることでトスバッティングじゃない動きになってしまうので、ミートがずれてしまったりとか、バットが思うようにコントロールできなかったりとかっていうことにつながってきます。なのでトスバッティングをせっかく練習で行っているのであれば、それを生かすその基礎っていうのをしっかり大事にして、その基礎をつなげてバッティングすることでミートも良くなりますし、打球もねライナー性であったり強い打球になります。サンバットを使って打ったんですけども、すごくやっぱ音が高い、硬い木の分ね、やっぱライナー性でも強い打球出やすいです。でバットもめちゃくちゃしなるわけじゃないので、硬い分弾いて飛んでいくっていう感じだったので、すごくね打ちやすいバットになります。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと質問等あればコメント欄の方にどんどん書き込んでください。兵庫大久保オイルの新入団選手も募集しております。
動画の概要欄にホームページの URL が貼ってありますので、そちらもご覧ください。次回もお楽しみに。それでは失礼します。